山口俊です、今日は禁煙の890日目っていうことで、いよいよね禁煙の方も900日まであとカウントダウン10日ですね。はい、なのでですね、今日は久しぶりに禁煙に関する話で、ちょっと Q&A 形式でですね、禁煙に関する疑問をですねいくつかまとめてみました。まあ短い時間なんですけれどもですね、よろしくお願いします。というわけで、まあタバコがどうしても吸いたくなった時に見てほしい動画ということで、まず一つ目の質問なんですけど、タバコは何日で体から抜けますかということでですね、ズバリ答えはですね、72時間ですね、3日間ということなんですよ。禁煙開始してから最初の3日間ですね、これが最も辛い時間です。72時間丸3日ですね。この間が、離脱症状のピークということで、この時のね3日間っていうのはね、まあ辛いんですけどね、衰退イライラとかよりももっとこうやっぱ離脱症状として激しいのはですね、もう眠気だったりとか、はい、そういった症状の方が単純にこう衰退なっていうのはね、もうちょっと後になってから来るような気がするんですよ。だけども、まあニコチンがね、体内から完全に抜けるまでの3日間っていうのが、これ禁煙最大の壁だと僕は思ってます。なので最初の3日間が最も辛くて、でその3日間のうちにニコチンは完全に体から抜けます。肉体的にはですね、この3日間だけ耐えれればですね、もうタバコ吸いたくなんないはずなんですよ、肉体的には。はい、以降も吸いたくなるっていうのは、これも精神的な依存ですよね、心の依存だということですね。長年の習慣だとか、はい、そういったものだなっていう感じがいたしますね。なのでタバコが何日で体から抜けるかというと、72時間ですね。はい、3日間ということです。2つ目なんですけど、ちょっと1つ目の質問とも被るんですが、禁煙は何日目で楽になりますかという質問ですね。最も辛いのは禁煙を始めて、最初の3日間から7日目くらいまで続きますと、逆にここを乗り切れば成功にぐっと近づくと。最初の3日耐えれない人っていうのが圧倒的に多いんですよね。もちろんその禁煙の成功率っていうのは、まあ、自力だと1割ぐらいだと言われてる中で、ほとんど多くの方がですね、最初の3日間以内に脱落してます。で僕もですね、喫煙歴29年なんで偉そうなこと言えないんですけど、まあ、たまたま2年前からですね、今日890日目まで、今回ですね禁煙成功してるんですが、それまでの29年間っていうのはね、何十回もタバコをやめようと思ったことはありました。ただですね、3日も続かなかったですね。まさしくもう3日坊主にもなんなかった。そのくらいやっぱり最初の3日間の壁っていうのは大きいんだなっていう。逆にその3日耐えちゃうと、まあ今ね、禁煙始めて3日目から7日目くらいまで辛い時期が続くって言ったんですけども、4日目になるとね、だいぶ違いますよ、明らかにね違う。うん、この最初の72時間耐えれるかどうかっていうのが、僕はその禁煙成功するか否かの、大きな分かれ目だと思います。はい、まあ、一応3日目から7日目くらいまでは、離脱症状っていうのは一番強く出るということですね。逆にだから最初だけっていう考え方もできますよね。うん、もう一つ質問ですね。はい、これはねよく議論に上がると思うんですけど、電子タバコですね。電子タバコで禁煙はできますかということで、はい、よくその電子タバコに切り替えて徐々にね、本当の紙巻きタバコをやめるっていう人いるんですけど、でもやめれた人あんまり見たことないんですよね。電子タバコに変えたら変えたで、まあ、そのまま喫煙習慣がタバコから電子タバコに、まあ、移行しちゃう感じですよね。で、アイコスとか吸ってる人がタバコをやめれましたっていう人、禁煙できましたっていう人、まずあんまり見たことないんですよね。だから結論から言うと、その電子タバコで禁煙はできますかという、質問に対してはですね、×ですね。はい。で、これ実際数字が出てるんで、禁煙の成功率をむしろですね、
38% も低下させてしまうと、タバコから、電子タバコに変えた場合ですね、逆にあの禁煙の成功率っていうのは 38% 下がっちゃうんですね。だからアイコスに変えた方があのやめづらいということです。だから禁煙するならもうね、紙巻きタバコを吸っててきっぱりやめると、もうきっぱりやめるしかないですよね、はい、その方がですね、がぜん成功率は高いということです、はい、電子タバコに変えたとてですね、タバコはやめれないんです、はい、喫煙習慣から脱却するのは難しいということですね、もうきっぱりやめるしかないんですよ、はい、ということで、はい、もう一つですね、タバコをやめるとあの禁煙うつになりますかと、まあ、うつっぽい症状が出ますかということで、はい、これはのセロトニンがね供給されなくなるんで、しばらくは、はい、脳内の感情的なバランスが崩れるので一時的に不調が出やすくなると、まあ一過性のもんですけどね、まあ、僕の場合はやっぱ強烈な眠気と、あとタバコのせいやめたせいかどうか分かんないけども、動悸がね結構半年はしなかったけども、しばらく動悸がしてましたね。で今思い出したんですけど、このタバコをやめて2年以上経ってから本当にね、あの動悸がしなくなったんですね。これ不思議ですよね。うん、だから禁煙うつっぽい症状っていうのは一過性のもんですけども、まあ、タバコをやめてすぐですね、結構まあ感情的なバランスが崩れたりするので、まあ一時出るかもしれないですね。まあ一時の試練だと思えばいいんじゃないですかね。はい、で最後ですね、タバコの正しいやめ方はと、まあ、物事に正解っていうのはないんでしょうけれども、まあ、いくつか正解に近いものを挙げるとですね、1ですね、もうこれきっぱりやめると、ね、アイコスに変えてからとか、なんかその本数減らすとかじゃなくてですね、軽いタバコに変えるとか、全部無駄ですね、はい。それをやったところですって、あの有害物質を吸い込んでることに変わりはないので、まあ健康的なリスクも下がらないんで、やっぱりタバコの正しいやめ方の、まあ、一丁目一番地はですね、きっぱりやめるというふうに決めるということですね、はい。2つですね、まあ、離脱症状のピークっていうのはせいぜい続いても、まあ、激烈に辛いのは最初の3日だと、せいぜいまあ1週間くらいはねおかしいかもしれないですけども、最初が一番辛いんだなと、禁煙はねっていうふうに覚えてると、意外とねこの72時間が勝負なんだなっていう、最初のいうふうに考えれるとですね、意外と続くんですよね。で禁煙始めた時って猛烈に辛いんで、この最初の3日間の辛さがねずっと続くんじゃないかなっていうふうに不安になっちゃう人いると思うんですけど、そんなことはないんで、はい、あの29年間吸ってた僕が3日耐えてですね、4日目にもうやめれるっていうふうに確信できたんで、はい、離脱症状のピークっていうのも、まあ、せいぜい3日ぐらいだというふうに思えればですね、だいぶ気持ちも楽かなと思います。はい、あとはですね、もう一つね、喫煙環境に近づかないっていうことですね。まあ、タバコ吸えるような場所とか、喫煙所とかになるべく行かないということで、あとこの喫煙環境っていうのは、自ら作らないっていうことですね。タバコやめるって宣言してても、やっぱりタバコ買える状況に自分を置いちゃってる人いるじゃないですか。タスポカード持ってたりとか、まあ、タバコそのものも捨ててなかったりとかね、はい、僕もそのこのチャンネルの最初の動画見るとわかるんですけど、あのタバコやめますっつってか、あの3日間ぐらいですね、あのタバコを部屋に隠し持ってましたからね、あのタバコ捨てれなかったんですよ、最初の3日間ぐらいは。で実際その自分自身があの吸えない環境に、まず自分がね吸えない環境に置くっていうことが重要で、はい、それができない限りね、ちょっとやめれないと思います。で、それが総じて言えば、その喫煙環境に近づかないとか、あのタバコ吸える状況に自分を置かないっていうことですね。はい、3つ目ですね。はい。で、最後なんですけど、これ意外とできそうでできないんですけど、あの禁煙宣言をして、それをまあ紙に書くと、まあネットとかで別にね、人にさらさなくていいですけども、自分自身に対してこう、自分自身が嘘をつけないような
状況っていうかを作ることが大事かなっていう、イコールまあそれが禁煙宣言になるかなと、まあ、紙でも手帳でもね、ノートでもいいんで、あの自分が密かにあの目にするだけでもいいんでね、この禁煙宣言っていうのをちゃんと紙に書くということが大事かなと思ってですね、まあ、禁煙始めて辛くなった時にですね、この自分で書いた禁煙宣言を見て思い出してですね、気を引き締めてくださいと、まあ、最初の3日間耐えれたら絶対やめれるはずなのでね、はい、まあ、禁煙宣言を紙に書くということですね。ということでね、今日はあのタバコどうしても吸いたくなった時にこの動画見てほしいなと思ってお届けしました。はい、またコメントなんかもお待ちしてます。ありがとうございました。